リンネルチャンネル。我が家は肉、魚、乳製品、卵などの動物性食材を使わないプラントベースの食事を実践しています。マリネは人参を使っているんですけれども、人参は肌とか粘膜を強化してくれる効果が期待できるので、特に秋冬にかけて意識して摂っている野菜の一つなんですけれども、最初に結構長い時間ほんの少しの塩で揉み込むっていうのがポイントになりますね。で、人参は皮ごと食べた方が栄養素がたっぷり取れるので、皮ごとすりおろしました。切り干し大根とレンズ豆のスープは、この2つの食材は鉄分とか食物繊維が豊富なんですね。で、切り干し大根はデトックス効果がとっても高いので、戻し汁と一緒に食べているんですね。なので今回は切り干し大根が出てくるだしをそのままいただくスープにしました。レンズ豆の方はタンパク質もありますので、この2つのタックでスープを作っています。で、塩は最小限にしていて、で、レンズ豆と切り干し大根の甘みを感じて優しい味付けにしています。サラダは豆乳ヨーグルトで作ったドレッシングをかけました。一晩水切りして冷蔵庫で保存しておいた豆乳ヨーグルトを使うんですけれども、ここに酸味のあるものを加えて、今回はリンゴ酢なんですが、レモン汁などでも OK で、こういったものとオイルを混ぜています。酸味があるものを食べることでクエン酸回路といって、体が元気に代謝していくので、アスリートも運動後に欠かせない栄養素の一つなので、酸味のあるものっていうのは必ず食卓に入れるようにしています。
玄米と雑穀のキノコバーガーは通常パンの部分を雑穀と玄米で作っていて、パテの部分を今回は舞茸で作りました。舞茸の他にエリンギですとか椎茸もよく合います。でソースには一晩水切りしたヨーグルトに柚子胡椒をほんの少し混ぜています。でキノコもみりんと醤油で味付けをするんですけれども、このご飯に合うようにどことなくこの和の和食の食材を調味料を加えることで全体のバランスが取れて美味しくなります。夫は自転車とトレイルを走るプロアスリートなんですけれども、彼がリカバリーとかでも満足できる食事をと思って意識しているのが特に色のバランスですね。色のバランスは栄養のバランスっていうぐらい、彩りがあればいろいろな微量栄養素を満たすことになるので、旬の野菜を使って彩りがたくさんある食卓を意識しています。今までいろいろな食事方法を試してきたんですけれども、その中でもやっぱりプラントベースほど劇的に体の中が変わったりとかいいなって実感したものが他になかったので、結果続けているんですけど、夫は体の調子が良くなってパフォーマンスも向上したり風邪をひきにくくなったりして、私も心身ともに健康に毎日過ごせているので、ランニングをしたりとか肌の調子がいいとか本当にいいことしかないなっていう実感があって、これからもプラントベースの食事を続けていきたいなと思っています。